はいどうもひろしですえーとですねあの数、ー、教まひしゅん数教ま光っていうまああの信仰宗教団体がございましてあのー、まあ、ちょっとねあのー、まあ、名言は避けたいんですが。 手かざしでね、なんか人を治すみたいな、ハンドパワーみたいな、あの、ま、そういう、ま、宗教ということでね、もしかしたらご存知の方も、え、いるんじゃないかなと思うんですがね、今ね、ちょっとあの、手かざしがね、あの、ちょっと話題になってますんでね、あの、ま、ちょっとね、あの、私、一応、ちょっと、げあの、芸能関係の仕事をしてるもんでして、ちょっとね、あの、具体名とか個人名とかちょっとね、残念ながらね、さすがの、さすがのね、僕でもね、あの、もの、あの、ものモスけ炎上 YouTuber のね、ヒロシと言いとね、さすがにちょっと芸能界のことはちょっとね、あの、 さすがにちょっとこれなんでミヒちゃんなんでねなんでちょっとあのまあ具体名は避けますがまあちょっとこの「数教ま光というねあの宗教についてあの紹介をしていきたいんですがあのですねまあ 簡単に言うと、まあ、なんか手かざしをして、それで、あの、まあ、そしたら、なんか、高次元、天井界の高次元から、まあ、光がえ入ってきて、それで、ね、あの、なんか、病気とかね、あの、なんか、その、怪我とかを治しますみたいなね、まあ、そういう宗教ですね。で、あの、まあ、実はね、僕、これ、幸福の学ね、いた頃ね、まあ、聞いたことがあって、このね、えっ、ー、と、鈴郷真光って、あの、まあ存在自体は知っていて、で、あの、まあ、大川隆法もね、あの、この、あの、鈴郷真光については、ね、あの、認知してました。で、あの、まあ、隆法は、隆法は、この、まあ、光については、 えー、まあ。 邪教ですとということを言っていましたね邪,邪教っていうのはまあ間違った教えだっていうことを言っていました、うん。まあなんですけれども、まあちょっとその具体的な理由とかまではよく分からなかったんですが、まあおそらくね、あの、大川隆法がその、この宗教は邪教だっていう宗教は、あの、競、ま、合、あ、他者にあたるっていうあの場合がえほとんどなので、例えばその創価学会さんですとか、えオウム真理教とかね、あのこの辺は大川隆法はあの邪教だって言ってましたけれども、だからこの、数教の光もこれも、まあ恐らく、まあ、競合他者にあたるというふうに、まあ、流行的には認識していたのかなと思うので、これ は間違った宗教だってことを劉邦は言っていました。で、まあちょっとね。あの公式サイトの方を今見てるんですけども。 でも確かにねこれ劉邦が邪教だっていう理由がなんとなく分かったなっていうのが結構そのまあ競技が似てるんですよね幸福の科学とあの人生のまあ目的とあのまあなんかこれはまあ一般的な宗教っぽいことがなんかう <laughs> なんか神様は宇宙のすべてを一切狂いのないように想像されましたから、ねまあ、宇宙想像、まあの話とかが出てくるんでこの辺がねあの幸福の科学の競技でいうとこのそれはエルカンターレで劉邦が作ったということになってるんで、まあ、こことバッティングしてるっていうのとね、うん、あとまあ手かざしねこれ手かざしって実は幸福の科学でもやってるんです エルカンターレ・ヒーリングっていうあの儀式があって、まあ、その病気併有祈願っていうお経があるんですけど、まあ、その中で儀式として、ね、エルカンターレ・ヒーリングって光を注入するみたいなねで病気を治しますみたいなあのこの手かざしと同じ儀式が航空の中航空の科の中にあるんでだからここも確かにバッティングしてますねうん、まあ、あとは神様のご計画って書いてありますねあだからそのこれはあの <laughs> 起きてる全てに偶然はありません神様のご計画それはこの地球上に神の世界と同じ天国文明を築く,築くことですあこれもバッティングしてますね あの航空の科学の言ってるのはその地上ユートピアの,あの建設っていうのが、えーまあ、航空の科学のねあの一つの競技の中にあって、まあそのまあ、あのこの,あの三次元世界、まあ、この世を、まあ、リュウホ鳳ちゃんが思い描くような仏国とユートピアっていうんですけどもっていう世界にしましょうみたいな教えがあるんでこれもだからかぶってますね、うん、だからねあだから多分この内容が結構かぶってるのを見てリュウホ鳳ちゃんはあのこれは競合他者に当たるとあ判断してこれは弱教だというふうに言ってたのかなというふうに思います、はいまあ、僕もねちょっとこの,あの、まあ、光 については、あのまあ、存在とあと手かざしについては知ってたんですが、まあ、競技をね。今初めて見たんで、ちょっと紹介してみたって感じです。はい、そんな感じでね。あの今ね、ブームのね。手かざしで、ね、ちょっとね。あのリンク下に貼っときますんで、あの興味がある人はちょっとあのこのサイドの方法を見て見てみてください。まあ、知らんけどね。はい、そんな感じでえ、あの手かざしについてという話でございました。はい、そんな感じです。